新しく入ってきてるパンフレットの振り袖とか帯、この新しい小物なんかを使ったコーディネートをちょっと見ていただければなと思ってますので、こう前色のような感じでこれも入れてきてますので、早めに来ていただくといろんな色からこう、ね、見ていただくことができますので、長襦袢ですね、実は何度か染め上がってきたのが次から次になくなってまして、今度新しいのちょっと入ってるので、今はい、それではウメネの YouTube 動画始まります。北九州小倉のウメネ呉服店店長のウメネです。よろしくお願いします。今日はですね、前々回振り袖で前回帯に続いてですね、小物類もですね、またちょっと新しいのが入ってますので、そのあたりもご紹介したいなと思ってます。で、以前にね入ってきてた小物類と同じタイプのものもあるんですけれども、お色がねちょっと全然今までと違うタイプがまた入ってますので、そのあたり、ご紹介できればなと思います。でなかなかですね入ってきてもですね結構次々に出ていってしまったりするので、こうまとめてこうご紹介できるタイミングが少なかったので、今回ちょっとある程度まとまってるのでですね、このあたりを使って、で実際にこの後ですね、新しく入ってきてるパンフレットの振り袖とか、帯、あとこの新しい小物なんかを使ったコーディネートについてもですね、ちょっと見ていただければなと思ってますので、よろしくお願いします。でまずね、この帯締めの方ですね、以前の動画でですね、多分ね赤と白とかの部分をね紹介したことあると思うんですが、もう今回ですねこういう今までにないテイストの色のものが、増えて入ってきてましたので、これまとめて色をざっと入れましたのでね、このあたりも小物合わせ方でね、あと振り袖の雰囲気変わるよっていう部分で後でね、コーディネートで見ていただければなと思いますし、あと、重ね襟ですね。重ね襟もですね、これも以前の動画で多分紹介したことあるんですが、パールとレースと両方ついてるタイプ。で、このレースの色も、実は金と銀があってですね、これも、こう並べてもらうと分かるんですが、金のものと銀のもので、色の雰囲気もぐっと変わってきますので、このあたりもね、もしね、良ければまた紹介したいなと思いますし、色もですね、前回多分2、3色だったんですけれども、今回、ちょっとこういう新しい色目がですね、また入ってきてますので、このあたりもね、ご紹介できればなと思います。もうすでになんか抜けてる、ちょっと抜けちゃってるみたいなんですけど、入ってきてますね。あと、こちらの、3色で、3色襟というね、タイプなんですけども、これもですね、今までちょっと本当になかったような色目、こういった色目が結構追加して、これなんかもそうですね、入ってきてますので、これもね、また、襟のね、コーディネートをね、動画の方で襟入れてね、紹介したいなと思います。こちらもそうですね。これで、帯揚げですね。結構同じようなトーンでも、ちょっとずつ色が変わることによって、入れた時の印象って結構変わりますので、絞り込んで入れたい気持ちはあるんですけれども、結構前色のような感じでこれも入れてきてますので、早めに来ていただくと、いろんな色からこう、コーディネートの雰囲気とかもね、見ていただくことができますので、ぜひ、そのあたりに参考にしていただければなと思います。またですね、以前からずっとですね、私もメーカーさんとかにお願いしてたんですけども、長襦袢ですね、結構長襦袢って普通、皆さん結構、こういうピンクのぼかしだったりとか、黄色のフリーぼかし、こんな感じ、これポリエステルの素材なんですけど、こういうのがね、結構ついてる場合が多くて、今までの振り袖だと、それなりに抵抗なく合わせれてたんですけども、どうしてもこういうちょっとこう、ミルクティーカラーのようなものとかですね、いわゆるくすみ系の色のところに、こういう襦袢が入るとですね、若干雰囲気を崩してる。女性はどうしても、ここですね、この袖の振りのところから見えてきますので、この襦袢の色がですね。なので、このあたりね、結構、見えないところだからいいわって言ってね、言われるお店とかもあると思うんですけど、実際はちらっと覗いてくるので、このあたりが、この状態でちょっとね、どうなのかなっていうので、以前からずっとお願いしてましたけれども、実は何度か染め上がってきたのがもう、どんどん次から次になくなってまして、今度新しいのちょっと入ってるので、今ご紹介したんですけど、これシルバーグレーですね。真っ白ではなくて、薄いグレーを指すことで、すごく上品な感じに上がってる襦袢とか、あと、例えば、昔ながらの赤ではなくて、ちょっとこうワインレッドのような感じ。こういう色目の長襦袢。これ、振り袖用の襦袢としては非常に珍しい色だったんですけど、このあたり今染め上がってまた来てますので、これも多分
結構早い物貸し的な感じじゃなくなっちゃうと思いますので、ぜひね、こういった部分もあるよということで覚えていただければ、これは絹のタイプで、うちのお店としてはこのあたり一応セットの中でねお付けしたりするものなんですけれども、そのあたりもぜひね参考にしていただければと思います。では実際にコーディネートした動画をね見ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。